ウィリアム・トーマス・グリーン・モートンは、アメリカ合衆国の歯科医師、歯学者、エーテル・マスイの発明者とされることがある。1819年に、マサチューセッツ州チャールトンで出生、ボルティモア歯科医学校の第一期生として卒業した。その後、モートンは、ホーレスウェルズとボストンで、歯科診療所を開業したが、ウェルズは、ハートフォードに移転した。 1843年にコネチカットスモト会議員、レミウェル・ホイットマンの名であるエリザベス・ホイットマンと結婚した。1845年にウェルズの正規麻酔実験失敗の際にモートンと同席したチャールズ・トーマス・ジャクソンからエーテルの使用を助言され、試行錯誤しながら1846年10月16日にマサチューセッツ総合病院で警部使用の患者に対して、 エーテル麻酔を使用して手術は成功した。これによりモートンは医学界で広く認められるようになったが、この発明に対する特許、報酬を医学界などに求めたものの1868年に、それが叶わぬままニューヨークで死去。ありがとうございます。